先ほども砂川先生がご紹介をいたし、していただきました毎日新聞の、記事ですけれども、複数の NHK 関係者は政権に太いパイプを持つとされる板谷氏の復帰は首相官邸の意向と明かしたというふうに記事に書かれております。そして2名の、経営委員の方のうちのお一人で言いますと何年かやってくる中でちょっとこれはどうかと思うようなことがいくつもありましたと。で、私としては板谷さんに対して抵抗感があってそこは拭えませんということなどがございまして、それは例えばクローズアップ現代のキャスターの降板を主導した人物じゃないかというそういうこともあってなのかというふうにも思うんですけれども、その辺の議論はあったんでしょうか。 NHK エンタープライズ社長を専務理事に復帰させることについて官邸の意向というのはあったんでしょうか。板谷はクローズアップ現代を廃刊にして安倍官邸の覚えがめでたい NHK のエースになっているのじゃ。 NHK の人事は会長が決めるものじゃないんじゃ。安倍官邸がすべてを決めるのじゃ。自民党は世界の報道の自由度ランキングにおいて日本を最低の国にした犯人なんじゃ。安倍官邸は NHK で政権の悪口を言わせないで政権を長持ちさせることだけを考えておるのじゃ。出世のためならば何でも従う板谷は政権の都合の良い人物であるから日本の正義を取り戻すためには NHK を打倒しなさい。良いなぁ。